はい、こうきです。本日は、こちらゲームキューブ本体の修理動画です。最近久々にゲームキューブのゲームやりたいなって思って購入しました。ゲームキューブの本体と電源コード、コントローラー、このハイパーキンの HDMI 出力のアダプター、で、このゲームキューブ本体には、ゲームボーイプレイヤーのカセット入れるやつが付いてて、全部で7500円でした。一つ見落としてたんが、このゲームボーイプレイヤーのディスクがなかったっていうことを確認し忘れてて、まあ、ゲームボーイプレイヤー自体はできないんですけど、こちら購入しました。出品されてる方は半年前に動作確認されてるって書いてて、起動するかなと思ったんですけど、起動はしました。ただディスクが読み込まないっていうので、今回修理していこうかなって思います。一度テストでつけてみます。スイッチオン。はい、こんな感じで読み込まないです。ゲームキューブディスクをセットしてくださいって言います。で、昨日これ開けて閉めてとか、あと通電ずっとしながら2時間ぐらいかな試行錯誤したんですけど、全くもうずっとこの状態。1回だけ再起動。つかない。てかこの音怖いよね。この音子供の頃結構トラウマです。ちなみに以前ゲームキューブ自体は持ってて、でその時のメモリーカードがあるんで、ちょっとこれは反応するんかな。あ、反応する。こっちは、あ、メモリーカードは反応するんや。はい、でお迎えしていきたいと思います。まずはゲームボーイプレイヤー外すところかな。10円玉使います。はい、外れました。じゃあここのこれも外して、ドライバー Amazon で2本入りで何倍だったかな、700円ぐらいで購入したやつ、これで開けていきたいと思います。さあオープン。意外とフィルターの中とかは結構汚れはない。こっちもそんなに汚れてない。これを外して、ここの可変の抵抗をちょっと半時計にグリッて回してつける感じやね。お、199。これでいってみようか。スイッチオン。
結局つきませんでした。でコンデンサー交換とかもうやり方あると思うんですけど、まあ僕の知識じゃちょっとハンダ付けとかやったことないんで、まあもう今回は敗北ですね。でまあとりあえずコンデンサー交換済みの光学ドライバー買うかぐらいしかこれ使い道がもうねえかな。まあとりあえず治りませんでした。